組織液とは何でしょうか。組織液とは、血液の成分のうち液体成分である結晶が染み出したものです。模式的に説明をします。下の図は血管です。図の向きに血液が流れているとします。さまざまな細胞がこのように血管に接しています。水色の矢印で表したものが血液の成分のうち結晶というものです。このように流れてきた結晶の一部が血管から染み出して細胞の隙間に入っていきます。細胞の一部を拡大します。組織液からは細胞に酸素と養分が渡されます。また細胞からは二酸化炭素や不要となった物質が組織液に渡されます。このように組織液を通して物質の交換が行われているのです。また組織液の一部はリンパ管に入り、リンパ液となります。